お前たちに言わなければいけないことがある。我らがギャング団のボス、ドン・トンマーゾ死んだ。泣くのはやめるんだ。いいか、この中で次のギャング団のボスの座を決めなければいけない。だがこの中には我がギャング団にあだなす裏切り者が一人、そして赤と青の陣営に分かれ合っている。そしてこの中にはその赤と青両陣営の味方ができる臆病者、ないしは裏切り者の味方をする凶暴者、ないしは己の欲望を満たさんがためにビューティーを追い求めるピンクライン、誰か一人が紛れ込んでいる。さあその中で次のギャング団のボスの座を決めなければいけない。初めて会うやつもいるだろう。全員自己紹介を頼む。しのぎ屋役者マリオ・マチェラティだ。ドン・トンマーゾを殺した裏切り者を絶対に見つけ出してこの手で殺してやる。はい、ルノさん、マネージャーですよ。トンマーゾさんね、とっても素敵な方でした。あのステッキね、ミーが特注で作って差し上げたんですよ。弔いぐらいして差し上げませんとね。ボスの座は私が引き継ぎ、表社会、裏社会、全部指揮を取ろう。ノンレッタ少佐だ、よろしく。ボスの右腕ナンバー2、ズン・アミカポネだ。俺は俺の流儀でやらせてもらう。俺の名前はケイン・ノワール。ドン・トンマーズさんにはよくしてもらった。あの人の後を継ぐのはこの俺だ。悪運の強い鉄砲玉カムコ・カムラついた俺のことだ。こう見えても生粋のイタリアン、ナポリターナだぜ。さあゲームを始めよう。俺から行かせてもらう。まず1枚引き。そうだな、まずは俺はこのマネーのカードでスパイを雇う。さあライフを見られたくない奴はいるか。はい、次だ。おお、ずいぶんと多いな。なるほどな、見られたくないものを持っている二人が、どっちが本物なんだ。嘘をついてる奴はいるのか。ただ二人って考えるとどっちも見られたくない可能性があるんじゃないか。なるほどな、そうだな、裏切り者が紛れ込んでいるからな、うん、だが俺は見られたくない奴が二人出た以上、見られたくない奴のどちらかに裏切り者が潜んでいると考える。俺はこのポリス、このカードをケイン・ノワール、お前かマネージェ、どちらかに使用したいと。いや、私には使わないでください。あなたに協力することができると申し上げておきましょう。なるほど、ケイン・ノワール、お前はどうだ。俺に使わなかった場合俺も協力しよう。だが使ったら最後てめえを次殺す。威勢がいいじゃないか。あれってことは生きていられるってことですよね、立てられても。おやおや、じゃあまずはお前にこのポリスのカードを使う。ポリスのカードは行動回数を消費せず手札を3枚見る。その中に摘発対象のカードがあった場合、その摘発対象カードを全て捨てるというカードだが、今回は摘発対象のカードが目的じゃない。俺はケイン・ノワール、お前が何者なのかを知りたいだけだ。3枚見せてもらおう。じゃあお前とはもう敵対で。いいぞ。なるほど、いいカードは持っているようだが、お前が何者なのかっていうのは分からなかった。そうだな、ポリスのカードを使って終わりかと思いきや、またスパイを使う。このスパイのカードは手札を3枚見るか2枚見て、そのうち1枚奪うという効果だ。もう一度3枚見せてもらおう。おお、いいね。さあもちろんさっきの3枚とは別の3枚を引いてくれるんだよな。ああ、そのつもりだ、もちろん。さあ引け。さあ今度こそお前の正体を見せてもらおうじゃねえか。なあ
役者。カモ役者って言うな。そんなことはない。俺はちゃんと役者としてやってるもん。動揺か、動揺してんな。さて何が起きたんですか。結局あいつの正体はスパイもポリスも使ったが何者かは分からずじまいだった。この三本役者、三本役者って言うな。俺のターンは以上だ。いや、いつまでだんで。まずは一話引かせていただきます。そうね、まあスパイさん抱えてもいいんですけれども、私はね、この場が動くことの方が望みです。あ、なるべくなら死にたくはありませんが、ケインさんが敵対している勢力だということだけ分かります。そうですね、まずは自分の身を一度固めさせていただきます。皆様に協力できるというニュアンスでギャングスターにしておきましょう。必要な瞬間があるなら、そう、ボスの座を持っている方がいるならね、私は協力させていただきましょうかね。では、1枚、購入して、もう1コードですね。いやミーの懐刀、今回これでいきましょう。スティーラー、大泥棒です。このカードは、ライフを除いた手札からカードを1枚奪うという強力なカードですね。そうですね、どなたにいたしましょう。まあそうですね、ケインさん、あなたがいいでしょう。好きだね、お前ら俺のこと。お前が一番怪しいからだろ。怪しくねえだろ別に。見られて困るもんはあるけれども。ライフは覗いてください。泥棒さんはあなたの命までは奪いません。優しい泥棒持ってんな。まるで見られたら死にそうな言い方だったが。いやいやいや、なな、いや、Thank you very much. My turn is finished.では私の番だな。まずは私はこのフェイクマネーを使ってヴァンガードを手に入れよう。そしてそうだな、次に備えてまたマネーを払ってバレットを購入しよう。さすが軍人だな。これで私のターンは以上だ。でっけえ火薬庫が隣にあるぜ。恐ろしいですね。俺がやることは単純明快。俺は仲間を探したい。俺はスパイを雇い、早速スパイを使わせてもらおう。そうだな、隣にいるし心強くなれば。俺はノンベッタにスパイを使う。3枚見させてもらおう。まあ構わない。さあ、アニカプレさんは見事お仲間さんを見つけることができるんでしょうかね。そうだな、軍服の中の秘密に迫ろう。そう言われるとすごく拒否りたくなる。なるほど。いいものは見れたか。ああ、いいものを見させてもらったぜ。おいおいおい、夢見させてもらったぜ。それじゃあ、俺のターン。一枚引かせてもらう。それじゃあ俺はガンのカードを売っ払ってマネーを1枚いただく。どういう魂胆だ。そしてこのガンスミスのカードでまた銃を拾わせてもらおう。It's fantastic. 素晴らしい方法ですね。随分とやってることがせせこましいんじゃないか、ケイ。最初はこんなもんだろうよ。まあ、お前、見とけよ。お、マチェラティ。一体どういうことかしら。おやおや。私は、あなたと敵対するつもりは全くないわ。ロシアの女スパイとしてね。アミカポネさん、アミカポネさん、俺も見間違いか。弓使いはいる。弓使い、今日は来てないですよ。弓使いはいる。弓使いさん、今日来てないですよ。いや、私はロシアの女スパイ、弓使い。あいつ死んだはずじゃん。ちょっと足組んで、ちょっとなんか中やめてくれる。ちょっと逃げちゃうじゃない。ああ、マシャルティじゃねえか。おい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 、ざけんな。なんだお前、ブツ見せて。ああ、気持ち悪い。ブツなんて言うじゃねえよ。やめろ、そういうこと言うの。ちょっとやめてくれないか。いや、そういうことにするんじゃない。とにかく、早くターンを回すんだ。そして俺の行動は終了する。そうだ、俺が行かせてもらおう。まずはカードを引く。
俺はもうケイン・ノワールが裏切り者だと断定する。お前も俺と敵対したいってか。ああ、お前をまず最初に殺さなきゃいけない。そのサングラス勝ち割ったのか。おいおい、そういう戦いではない。落ち着くんだ。さあ、ダメっぽいな、ケイン。うん、俺はまあどちらにしても裏切り者ではない誰かである証明を得たい。そこも、うん、偽弓塚屋に探りを入れよう。俺はスパイを使う。ちょっと待って。ん？私がなんでケイン・ノワールと敵対しているのか。それは私も見られたくない人の一人だからよ。ほう。三人も。三人もいたのか。ライフを見られたくない人間がいると。私はパープルライフ。つまり、私以外の見られたくないっていう人は、なんで見られたくないのかっていうのが全然わからないな。ちょっと待って、ちょっと待って。俺は、マネージーがパープルライフ、臆病者だと思っていたが、そうではないというか。そうよ。私から見たら、マネージーが多分グレー。そして、おいおい、待て待て。お前がもし臆病者だというのであれば、この場に共謀者はいないはずだ。そうだ。その推理はおかしいぜ。そうですね。お前、嘘ついてるんじゃないのか。なるほどね。勘違いしていた。仮面が剥がれるのが早いんじゃないのか。いや、仮面なんて剥がれてないですよ。マネージーが2人いるだろ。私はちょっと勘違いをしておりました。どちらかがピークライフっていう可能性がまだありましたね。いや、私たちは2人で1人ね、ジャミリーですね。ちょっと喉の調子が悪くなりました。すいません。おい、お前偽物か。どっちが本物か分からない。とにかく私はマネージーととりあえず敵対関係は結ばないことにしました。私はまずケインノワール、この方から始末するべきだと私は思いますね。私のことが嘘だと思うんでしたら、ケインノワールさんの手札を見てみたらいかがですか。私は見ることができませんでしたが。マネージーはそれでいいのか。私ですか。別にこの方が本当のことを嘘言っていようが嘘を言っていようが、私が勝つだけです。関係ありません。うん。なかなか強気ですね。まあいい。ケインは一度俺が裏切り者だと断定した。お前はどちらにしてもうさんくさいから、お前の化けの皮を剥がしてやる。そう、はい、裏切り者はほっとくのか。俺はお前の化けの皮を剥がしたい。手札を3枚見せてくれ。それは私と敵対するということでいい。ああ、かまわない。なるほど。ずいぶん荒っぽい臆病者だぜ。さあ、見せてもらおう。上から3枚きっちり見させてもらおう。ジョノキみたいな言い方してますね。あ、ほほほほほほ。なかなかいい情報が手に入ったぞ。お前、俺見てよかったのか。だから見るなって言ったじゃねえかよ。俺がパープルライフだよ。おいおい、余計なことした。なんてことしてくれるんですか。いやいやいや、もう力ずくでも、いやいやいや、俺はってやれよ。だから見られたくないって言ったじゃねえかよ。臆病者はライフを見られると即死だ。残念だったな、マチャラティ。白身の演技が足りなかったみたいな。かわいそうに。もうこうなったらカムコカムラツイを殺すしかないよな。そうか。